さてさて、新幹線すごろく旅 Day5 の模様をお届けしてまいりましょう。 Day5 スタート地点はね、西明石、兵庫県明石市からのスタートになります。昨晩振ったサイコロは3でした。3というわけで、姫路、相生を経て3つ目、岡山駅が本日の目的地となります。まあ岡山もね、結構都会ですからね。さあ何をしようかななんてね、まあ朝からやる選択肢がたくさんあるんでね、楽しみだったりするんですけれども、さあどうなることやらということで、あっという間に関西を抜けましてね、中国地方に入ってまいります。で、意気揚々とね出発しましたけれども、外はまあ結構なね雨が降っておりました。この旅始まって初の雨でございます。雨にも負けずね、頑張っていきましょう。またここでも宮沢賢治が出てきましたけどね。2021年3月28日朝の11時15分、山陽新幹線西明石駅にやってまいりました。まあまあ駅がね3つですからね、そんなに移動時間もかからないということで、ゆっくりめのスタートでございます。でまあお昼ご飯どうしようかなと思ったんですけど、まあ岡山に1時前に着くんでね、うん、岡山で食べようということで、12時28分のですね新幹線光岡山行きに乗って出発していきます。まあ、終点がね岡山駅なんで、乗り過ごし心配もなく、ゆっくり二度寝できそうやなということでね、乗り込んでまいりました。まあね、本当にもう天気だけはねどうしようもないですからね、うん、まあ雨なら雨で雨なりの楽しみ方をしようじゃないかということで、岡山に向かってまいります。西明石から岡山までは50分ぐらいですね、51分の道のりとなります。だから50分だからね、あんまり爆睡はできませんねという感じですね。新幹線の中で仕事しないんですかってよく聞かれるんですけど、僕新幹線ならあんまりねパソコン出してっていうのは好きじゃないんで、まあ iPad で本読んだりスマホで何か見たりするぐらいかなと。まあほとんどは寝てます、はい。なんてことで、まあ今回もうとうとしておりましたら、あっという間の50分ですね、岡山駅に到着いたしました。もうね、朝ごはん実はこの日食べてなくてですね、昼回ってますんで、お腹ペコペコです。お腹ペコペコ、飯ということで、12時19分、岡山駅に到着しました。もう僕がね食べに行くもんはもうこの時点で決まっておりました。ホテルにまず荷物を置いて、そしてね、岡山といえば僕大好物がカツ丼なんです。しかもそのデミグラスソースがかかってるね、デミカツ丼というカツ丼があるんですよ。それをね食べに行こうと思ったんですが、残念ながらめっちゃ行列ね。さすがにちょっと、まあこの時期ね、うん、まあ別にそう否定するつもりはないんですけども、僕の今回のこの旅のねスタンスとして、こう混雑してるとこはやめておこうということなので、もう寂し紛れにですね、桜並木の中を歩いてね、お花見をしてまたすぐ駅に戻ってきました。でもこの時点でね、本日のプラン確定です。もう岡山っぽいものをたくさん買い込んでですね、もうホテルにこもるぞとね。まあお仕事も溜まってきてますしね、春休みシーズンのね日曜日なんで、まあどこ行っても結構人がいたんでね、もうちょっとホテルに引きこもって溜まった仕事をしながらのんびりしようというのが本日のプランでございます。というわけでチェックインいたしました、ホテルグランビア岡山でございます。入り口を入って左側が洗面所になってましてね、そのお風呂が、お風呂じゃない、その奥がお風呂になってます。バストイレですね、ナイストイレでございます。でお風呂上がったすぐのところにこのクローゼットがあるというのは、これまた使いやすかったですね。入り口入ったとこかつお風呂出たところにあるクローゼットと、でお部屋がズドンと真四角なお部屋とでも言いますかね、超大型テレビ、これが役に立ちました。引きこもりにはちょうどよかったです。そしてダブルサイズのベッドと、あのおしゃれな形のソファー、あのソファーでまあ半日ぐらいね過ごすことになりましたよというね、こんなナイスなお部屋でございます。でまずはもうお腹ペッコペコなんで、買ってきたお昼ご飯を食べましょう。お肉屋さんのステーキ弁当、厳選素材美味追求ということで、ミート橋口さんのお弁当です。大好物のクリームコロッケです。さあ厚切り上ハラミ&上カルビ弁当を食べていきましょう。もうね朝から何も食べてないですからね。でもう口の中がデミカツ丼だったのが食べれなくてですね、もう絶望に打ちひしがれておりましたが、やっぱりそんな僕を救ってくれるのはお肉でした。もうね早く食べたくて、撮影ももうええんちゃうかと一瞬よぎったんですけれども、ぐっとこらえてですね、いやまずは撮影してからだということで、こうやって撮ってからね、もう存分に
満足させていただきました。ペロリでございます。いや美味しかった。でその後はねパソコン引っ張り出してお仕事をして18時お仕事終了ということで打ち上げタイムでございます。何の打ち上げねまず地ビールをね3本ほど買ってまいりましたね。そして岡山といえばママカリですよ。それを明太子で和えた明太ママカリからのアモチンミさんで買いました。まあ福山の会社なんですけどね、アモチンミさんはね、練り物です。瀬戸内海の練り物、魚の練り物ですね。でデザートがきび団子でございます。というわけでまあ明太ママカリとね練り物はアモチンミさんで買いましたけれども、まあ瀬戸内海の幸ということでね、まずは岡山の地ビールドッポからいただいてまいりましょう。でねこのビールめちゃめちゃ泡が立つんですよ。すごいきめ細やかな泡でね。でまあまあ普通に入れるとこうなるということ。別にぬるいとかねそうじゃないんですよ。もうすげえ細かい泡が立つんですね。でまあ見事にこぼしましたんで、急いでティッシュを取りに行くと。まあそういうね一人打ち上げの開始風景でございました。なんて平和なんでしょう。でその後もねこのドッポ結構コクがあるねビールなんです。で泡がね消えないんです。泡持ちもいいんですよね。うん、美味しいななんて思いながら、さあまずは練り物いきましょう。これはねタコと生姜の練り物ですね。タコと生姜が入って紅生姜が入ってるんですよね。でタコと生姜をいっぺんに食べたらもうたこ焼きの味するんですよやっぱたこ焼き、うん、たこ焼き風味なんとなく伝わりますかね本当にこのね食レポに対する語彙力が全くなくてですねあれなんですけども、なんとなく皆さん分かっていただけると思います。たこ焼き風味です。はい。でねまたねこのビールを継ぎ足すんですけども、やっぱりねむちゃむちゃ泡が立つんですよ。特にこれ片手でやってるじゃないですか。でこれはね飲みにくいということで、ちょっとねカメラのアングルをチェンジしました。じゃんとこのアングルに変えました。これやったらね両手で入れられるでみたいな感じで、まあ、グラスを傾けながらね両手で入れるんです。これでも泡がねシュワーっと立つんですよ。これなんでなんですかね。なんか新鮮だからとかそういうのあるんですかね。詳しい人いたらぜひ教えてくださいというわけで2品目いきましょう。明太ママカリです。このママカリに明太子がまぶされてると、あまりの美味しさにご飯が足りなくなってご飯を借りに行ってしまうというね、ご飯を借りるママカリというママカリです。これをね、ちょっと佃煮っぽく煮たものに明太子がまぶされているというね、いやめちゃめちゃ美味しいっすよ。うん、ママカリのね酢漬けはねよくママカリ寿司とか酢漬けとかはあるんですけども、この甘辛く煮て明太子をまぶしてる、これはね初めて食べましたけどね、ビールが止まらんと。でママカリっていうかもうビーカリですよね。しょうもらいやともかくにもお酒が進んで1本目ドッポはあっという間に空いてしまいました。というわけで次2本目いきましょう。ちゃんとねグラスも変えて律儀にやっております。マスカットピルス、岡山産のねマスカットの天然果汁を使った、まあ、ビールというか発泡酒ですね、麦芽とホップとマスカット果汁を使ってですねビールっぽく仕上げたお酒なんですけども、このマスカットピルスもね泡がすげえ細かく立つんですよね。でコップグラスに入れた瞬間このマスカットの匂いがねファーッとくるわけですよ、うん、でもちょっと苦味もあってね、うん、ビアカクテルが好きな人いいと思いますよ。シャンディガフとかね、ビールカクテルが好きな人はもうこれめっちゃ大好きな味だと思います。でまあフルーツ系のねお酒が好きな僕としてはですね、おつまみを食べることも忘れてもうトク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 とグラスについてですね、あっという間にマスカットピルスクリアと、クリアっていうのかな、美味しかったです。でまたねグラス洗ってきました。グラスがお部屋に2個しかなかったんでね、グラスを洗ってきまして3本目ピーチピルスでございます。これも岡山の名産ですよね。桃です。桃を使った発泡酒ですよ。さあいただいてまいりましょう。でね瓶とかを見るとですね、賞味期限が90日間ですよって書いてあったんですよね。でまあ一般的にね売られてるビールとかっていうのはそんな賞味期限短くないっすよね。ってことはやっぱこう新鮮なうちに飲んでくれよと、ね、新鮮なうちが美味しいですよっていう、まあ、そんな感じなのかなということで、じゃじゃんと2本目出てまいりました。
この練り物、これ何やったっけな、玉ねぎやったと思います。一番スタンダードというかですね、お魚の味、玉ねぎの味が楽しめる玉ねぎだったと思います。どこ行ったんかなと、ティッシュをね取りに行きました。本当ね、お行儀悪くて申し訳ないです。もうあの手で掴んで食べておりますけれどもね、この動画によく映るようにということでね、まあ本当はあの袋からちょろっと頭だけ出して食べるんですけれども、まあそういう撮影的な意図があるということでご容赦いただければと思います。はい。でちなみにあの明太ママカリもあれお土産用なんでね、うん、爪楊枝っていうのついてなかったんですけど、あの爪楊枝はお昼に食べたお弁当のね、お箸の中に入ってたものを大事に保管していたものでございました。というわけで3本目ピーチピルスもおしまいということで、まあマスカットよりもピーチの方が甘みが強かった気がしますね。でなんかドヤ顔で見せてますけども、デザートにきび団子で、今回はねこのきな粉がまぶされてるバージョンをいただきたいと思います。まあきな粉がね結構好きなんですよ。お餅もおはぎも団子もきな粉が最高とねっていう感じです。どうでもいいですね。ただまあ鼻息でいつもねめっちゃ飛ぶんですけどね。な感じで、まあ、一人でね楽しく打ち上げをしたあとはいつものサイコロタイムでございます。早い人はもう鹿児島に、鹿児島ちゃうわ、九州に入って、ね、うん、うん、本当に空気が読めないなっていう感じですね。まだ静岡にいますか。まあ早くゴールしたからすごいわけでもないんで。本定を否定してすごい、すごろくの設定が崩れてる。ダメダメ。今日は岡山です。西明石から3駅50分。え、ほぼホテル少したら、うん。悪びれもせず。でも人が、人がね、人が多くてね、3密回避のホテルですもんね。そう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 、サボりホテルではないという。そう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 、で雨降ってるしね。これはサボりやね。いや雨は降ってた確か。サボる。ホテル、あのホテルグランビア、はいはいはい、岡山、あの駅直結なんで、いいとこ、濡れずに、ね、で、あれで選んでる、なんか取らなあかんなと。そうですね、いうことで、その岡山駅からホテルグランビアに行くときに、うん、サンステっていう JR がやってるそのショッピングセンターっていうか、うん、お土産屋がブワーッと入ってるようなところを通って行くんだけれども、はいはい、うん、そこで岡山のなんかこうお土産で買うような名物的なのと地ビールの何本か買って、引きこもる気満々だな、今に至る と, ちょっとさあゴールしちゃいますかね。もう4マスでゴールですからね。しゃあ、はい、いいですか。よし、それでいきます。せーの、よいしょ。いやー、いやー、うそん、俺1。私8でございます。9です。あ、やった、ガル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 。先に行っちゃうな。藤村さん、ゴールインですね。ゴール、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと僕らの行き先確認しましょう。藤村さん、置いといても、はい、1位出しますか。ここで1位。盛り上げようとしてんのよ、これ。さすがです。そうですね、持ってる人間っていうのはこういうことやで。やめろ、藤村に持ってないな。ちゃんと山場を作るこのね。やめろやめろ。で、私が8ですね。2?8、いや2じゃない。8、8、8、事実をねじまけちゃダメよ。8、8です。8ね。じゃあ僕1なんで、はい。1、はい、シンクラ式です。